午後、磐田市で行われたジュビロの新体制発表には、横内昭伸新監督をはじめ、高校2年生ながら下部組織からトップチームに昇格した後藤圭介選手が出席しました。横内新監督は現在55歳。日本代表のコーチとして森保監督を支え、ワールドカップベスト16にも貢献しました。クラブは FIFA 国際サッカー連盟からの制裁を受け、1年間選手を補強できないという困難なシーズンの中、1年での J1 復帰を目指すと力強く語りました。前々から監督のチャンスがあればやりたいっていうふうにずっと思ってまして、でそこにジュビロさんからこういうオファーをいただいたときには、こういうチャンスはないなというふうに僕自身思いましたし、今置かれている我々の状況というのはそんなに簡単な状況ではないと思いますが、目標に向かって、チーム一丸、クラブ一丸で目標を向かって邁進していきたいなっていうふうに思っています。また例年と違いたった一人での加入会見となった後藤圭介選手、191センチの長身ストライカーで世代別代表も経験、飛び級でのトップ昇格はワールドカップにも出場した伊藤洋輝選手と同じで、ジュビロでの活躍を誓いました。自分はフォワードやるときは背後の抜け出しだったり前線からの守備が売りなので、そこを見てほしいっていうのと、ボランチをやるときだったら高さと長さがあるので、競り合いだったりその守備の部分で狩る仕事っていうところを見てもらえたらいいです。シーズン通しては、15ゴール以上に絡めればいいかなっていうふうに思ってます。 J リーグ参入30年目のジュビロ、横内新監督のもと新たなスタートを切りました。